JR 九州と JR 西日本はゴールデンウィーク期間中の指定席の予約状況を発表しました。いずれも去年の 1.6 倍です。 JR 九州によりますと、ゴールデンウィーク期間中の指定席の予約数はおよそ 14.4 万席、去年の 1.6 倍余りで、コロナ禍前の2018年と比較して8割程度です。上下線ともに混雑のピークは3日となっています。一方、 JR 西日本によりますと、ゴールデンウィーク期間中、山陽新幹線新大阪博多間の予約は56万8千席です。去年の 1.6 倍で、2018年の8割5分程度なので回復したということです。混雑のピークは下りが3日、上りは6日です。JR 西日本の担当者は、予約率の回復について、コロナが落ち着いてきたことが一番の理由、手応えは感じていると話しています。